はい、皆さん、こんにちは。まもるです。いやー、高いですね。ここまでね、自力で上がってきました。フックを使ってね、登ってきました。今日やるのは、これですね。タンカーの回収です。ここにね、ゴールデンパスでね、王立軍が陣取っていたのでね、お片付けして、ここに普通の一般人が死んでますね。かわいそうに。きっとここの担架をね、守っていたんでしょう。おお、武器の支給もある。狩り殴るの扉。おお、立派なところですね。こんな山にね、こんな山奥によくこれほどの設備を建てられたなっていうね、ただただ感心するばかりでございます。ん？緑のやつがある。ハーブが。でもここじゃないのか。ここじゃないっぽいですね。そんなことはいいから、さっさと単価を取りましょう。おお、観音様みたいなのがありますね。吸い込まれる。私はこの地を支配する災いに近づいていた。それが誰であれ、もう読めない。すごい高いですよね。谷か。谷っていうか渓谷っていうか。いやー、あんなところまで登るの？だよね。でも悟りの鐘があるってことは、あんなところまで登るってことか。弓は継続されてるんですね。なるほど。だからどっち取っても、その2つ取る単価の道があるんですけど、どっちから取っても弓は出てくんのか。てか、前はあっち行かないと多分弓がないのか。まさかワープするの？おお、飛び込んで上昇？あ、ここ？すごい、なんだこれ、スーパーマンみたいな おお、 A で着陸。 A 押さなかったらどうなってたの？腹ベターンってなってましてね。腹ベターンですよ。絶対次の日お腹痛くなりそう。おお、また弓？ああ、ここでもし逃してもまた弓が入るってことか。おお、抑えが来た。撃った弓を回収できんの？拡散の弓。拡散ショット。なるほど。複数襲われた時もこれで対処できるし、長押しでその集中して一人の敵に当てることもできると。こんな反則技していいの？それになんか矢の消費が激しそう。なんか弓版のショットガンみたいな感じですかね。ちゃんと弓もところどころ置いてあるから大丈夫かな。来た。行け。ほっ。いたいたたたたたた。自爆か。頼む。よし、行け。弓を使うのはもったいないですね。よいしょ。このぐらいの敵なら普通のテイクダウンで十分事足りそうだけど。おお、また来た。テイクダウン。よいしょ。チェインテイクダウンで。よいしょ。
やばい、死んじゃう。危ない、トレン助けられましたね。うー、危ないところだった。てかまた HP が3つになってる。なぜここに来るたびに弱くなってくるんだ。よし、うおー、すごい供物が捧げられてる。あ、でもワープしてることであの谷に近づいてんのかな。ああ、そう高くない場所まで来れたみたいですね。すごい重い。よし、ちょっと拡散やってみましょう。ほっ、お、一発で死ぬのか、すごいですね。よいしょ、おー、強い強い。58発も持ってんのか。お、毒の矢を放ってくるぞ。どこのドイツだ。よいしょ、おー、やばい、発光してる。もう何が何だかですよね。暗い、よし、よし、うわー、すごい出てくる。よいしょ、いた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 、うわー、すごい爆弾。よいしょ、トラがやられちゃったの。やばいな、一人ぼっちになってしまった。この状況で一人ぼっちはやばいぞ。よいしょ、犬か。よいしょ、爆発しないよね。よかったよかった。お、トラが復活してくれた。おお、早速お食事中。行け、また爆発。トラは爆発耐性がついてんのかな。よーし、またよくわからないことを言ってますね。よく分からないことを言ってますね。よく分からないことを前の人の歴代の中で虎を使って倒した人、従えてこうやって進んだ人やいるのかとか言ってましたよね。よし、またこのスーパーマン上昇で行くのか。あ、ここだな。おっと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 、これ余計なところで着陸したらこれやばいぞ。しかもこれ壁に激突したらちょっと大惨事ですね。もう二度と修復できない顔になりそう。ベッターンってなってね、平らな顔になっちゃいますよ。よいしょ、おー、来たぞ、ここだ、着陸。着陸かっこいいですね。両手を広げて地面に手をつけるっていうね。お、いるみたい。あった、マニシャ。そうか、空を飛んで集めていくのか。相変わらずすごい察知能力だ。ほれ、もうテイクダウンでもいいか。よいしょ、俺は進むよ。いた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 、よいしょ、やばい、死んじゃう。強い。いやー、強いですね。見つかると敵がやばいですね。あ、そうか、時間を遅くするの忘れてましたね。果たしてそれに意味はあるのか。
し、あれ、じゃあ突き進む、行くぞ、よいしょ。もう弓をねふんだんに使っていきましょう。いけ、倒せ倒せ、よーし、食べるんだ、来たな、よいしょ、来た、よーし、よいしょ、倒した倒したけどやばいやばいやばい、トラも死んじゃった。うう、危ないところだった。どこかなんか登る場所はないのか、きついぞこのままじゃ。あいつが厄介だな。下に降りて、 あっちから登るのか、なるほど。これもウィングスーツみたいにできんのかな。あ、できますね、ウィングスーツみたいに。毒がすごい。よし、行け行けと言いながら私は行く。よいしょ、危ないところだった。おお、弓に殺されてますね、かわいそうに。よし、次はお前か。よいしょ、死なないのか、なかなかやるね。そこに飛び移れと。よいしょ、危ない、こんなところで落ちたシャレにならん。トラが今時間を稼いでくれてる、早くしないと。よいしょ、テイクダウン、よいしょ。他にはいないのか。うう、よかった。よし、 HP が増えたことによって死ににくくなりましたね。このマニシャを回したらまた次のところか。止まってくれたか、よかった。これでなんか腕が上がった。おーっす、ご苦労様みたいな感じかな。よし、またスーパーマン体験ができる。無限の彼方へさあ行くぞ。なぜかこうひざまずく必要があるのね。こっちに行って、でここで飛ぶと。すごいなんか垂直落下みたいな形で行ったけど大丈夫だったのね。あー、この腕に抱かれていくのか。おっと、よいしょ、おっと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 、このままこう落下してって、でここで上がると。でこう急カーブ行って、あーやばい、ちょっとギリですね、ギリ。おっと、おー、ついたついた。よし、やれ。いた。よし。いた。分かってこい。よし。またすごい数。よいしょ、よいしょ。お、倒してくれた。お、一人で倒しましたね、トラ。狙いがなかなか動いちゃダメじゃないか。だからジャンピングキルをしてあげたよ。犬か。危なく爆発を許すところだった。
うわ、消費したいですね。よし、これで全員見つけたのか。結構意外にその収集してますよね、私。いちいちテイクダウンするごとにお前のおっかない顔を見なくちゃいけないのか。弓で殺した方がなんか手っ取り早い気もしますね。よし、ここの階段を上がって、お、だいぶ HP が増えましたね。こっちか。あった。おっと、こんにちは。よし、これで最後かな。なんかギシャーとか言ってなんか変な音したけど、これで悟りの鐘への道が切り開かれたか。お、両手を上げた。拝む形になってんですね。悟りの鐘を探せ。普通に階段から戻りましょう。なんか飛んでいくとね、あの飛ぶ場所を越えちゃって、で外に出てそのまま落ちていきそうなんでね、正規ルートで行った方がやっぱりね安全だと思うんで。よし、またひざまずいてスーパージャンプ。いや、これ絶対間に合わない。やばいなこれ。やばい、これはやばい。あそこか。よし、飛べ。お、一気に上がった。いやー、死んだと思いましたね。一瞬あの世が見えました。おっと、危ない。縁に激突するところでしたね。操縦がかなりめんどくさい。よし、これで終わりだ。首の付け根をね。痛い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 。なんて攻撃力だ。よいしょ、お前もか。ほっ、よーし。だいぶ胃の頃に苦戦してる。あー、吹っ飛んだ。力なく虎は倒れた。弓があちこちで飛んでくる。本当にこのままずっと歩いてると穴だらけになりそう。痛い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 。前までね、なんか隠密が当たり前でしたけど、最近はもうすっかり隠密なんてねやめて堂々と戦ってますよね。よし、虎が生き返った。反撃開始だ。よし、当たった。また犬子が来た。よし、よし、任せろ。うっ、よし、走ってるところに当てられた。お、なんかどっちも青い光だから間違えちゃうよ、トラとあんたね。よし、ヘッドショットですね。顔にクリーンヒット。光らさせはしない。もうテイクダウンはやめたんだと言いながらテイクダウン。そして投げナイフ。こいつらのどこに投げナイフがついているのかよくわからないけど。虎は本当に役に立ってないですね。この時だけですよね、正直役に立つ。よいしょ、よいしょ。痛い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 。ん？なんか変な音がしたぞ。よし、これで悟りの鐘への道が切り開かれたか。よし、ようやくですね。いけ、最後に仕上げた。
どこ行ったんだ。そう、俺一人で倒してやる。終わりだ。なんでこういう時燃えてるんだ。よし、普通に一人で倒せましたね。矢でひるませといて、でそれで今頃来たのかい。本当にもう君はいなくたっていいんだよ。俺一人でこれをやり遂げるから。お、会長が悟りの鐘でもう追い払うだけですね。すごい強いな、あの鳥は。払われない。楽園への降伏ミッション完了。すごい、左下ちょっと見てください。ゴールデンパスとあれがちょっとほら点滅してる。ちょっとバグってますね。はい、これで3つ目で5つ集めればどうやら全部みたいですね。わかった。それぞれの神ですね、これは。きっとその神がこう描かれてるんでしょうね、短歌に。よし、ってことで今回はここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。